はい、今日はですね、こんにちは、これウォータープルーフナビゲーター、カープレイのね、今流行りのカープレイのなんていうんですかこういうのなんつうんだろうね、タブレットじゃないしナビでもないし、なんていうんですかね、これをちょっとね、購入したんですよ。こういったものですね。ちょっとよいしょ、袋を、袋から出しますと、これっすね。こういうの映ってる？うん、こういうやつね。でこれをですね、要はこれいろいろ中華製なんですよね。中華製で2万円ぐらいのものなんですけど、いろんなね、取り付けのいろんなコードとか、そういったものがね全部ついてきてるんですよ。でちょっとこれを今説明しますとですね、これがあれだね、バッテリーからこのね、取って、つけるものね。それからこれが USB ですね。USB 電源から取るコードですね。それで、あと取り付けに対してね、こういったほら、何？いろいろクランプみたいなのとか、こういう、入ってるんですよ。全部一式。あとはこれはね、どうしようかなと思ったんですけど、リモコンのスイッチですね。これも付いてる方。リモコンスイッチがついてる方でも2万、税込みで2万1000円ぐらいだったかな。そんな感じでした。はい。でこれをちょっとね、今日はですね GS の方にどうやってつけようかっていうところでね、ちょっといろいろやってみようかと思います。はい。それでね、とりあえずですね、この、USB の電源でちょっと一度これつないでみてね、どういう状況かっていうのを説明しますと、一度ね、つないだんですよ。つないで、私の iPhone とね、接続は一回してみました。動作確認できた時にね、でこう今ほらこうなるわけですよ。電源入れるとすぐ立ち上がりで、他の方の動画とかでも皆さんおっしゃってますけど、だいたい30秒ぐらいこの読み込みっていうのがね、30秒ぐらいかかると。それが長いと見るか短いと見るかは、まあ人それぞれみたいなことをおっしゃってた方もいました。ってことでね、こんな感じですね。こんな感じにこう出るわけですよ。もうこれ最初からね、全部こうアプリは入ってるんです。こうやってすごいよね。 LINE までだってもうさ、もう勝手にこう入っちゃうみたいなよくうまく説明できないけど、まあそういったこの、機能ですね、これが今だから私のこのスマホと今このリンクしてるんですよね、そんな感じですね。 5G になってますね。だからね、Wi-Fi と Bluetooth と両方でつながるみたいで、これがですね、携帯のここの、iPhone ですとこの一般の、カープレイってやつ、これここでもう接続、これがこのこれなんですよ。この CAR っていうのがね、でこれでもうここでつながっちゃってるっていう、これがねリンクしてると、一回つなげばもうあと勝手にこれを立ち上げれば、カープレイの方を立ち上げれば、勝手にこうつながると、こういったシステムらしいです。それで、地図ソフトがですね、私は Google 使ってるので、これ Google も入ってるんですけど、こんな感じ、動きもね結構スムーズなんですよ。で、例えば目的地をどう決めるかっていうのが分かんないんですけど、例えばね、ちょっとやってみたのは、この自分の方の携帯の Google マップで、例えば、どこにしようか、じゃあこの道の駅入広瀬ってこうやるじゃないですか。あれ変なやつかな、道の駅入広瀬ね。で経路ってやるでしょ。そうするとほらもう勝手にこうこっちリンクしてくれるんですよ。
なのでこれでまあ開始ボタンを押せばこんな感じでね、ナビが始まると。でここにもスピーカー入ってますけど、200m 先、しわすだ中学前を左方向です。はい、これね、インカムに左方向です。はいはい、インカムにもつなげばね、まあそういうわけなんですよ。だからね、まあいいんじゃないのっていうことですね。まあとりあえずどうやってつけようかって、そこが問題です。はい、以上です。ですね、とりあえずスマホホルダーなんですけど、モトラットのね、スマホホルダーを外してそこへですね、こいつを取り付けようと思うんですけど、やっぱりね、まあ、両面テープで前どなたかが動画でもやってましたけど、つけるしかないですかね。これを取ってまず、ちょっと両面テープでつけるかっていうことしかちょっとやっぱりできそうもないので、とりあえずそれで行ってみようと思います。はい、ここはもうこんな感じでね、まあ取れましたと。ね、でここは本当はさ、こうネジで止めれればいいんですけど、なかなかうまいこと決まらないので。でこれ実はね、本体はこれ取れるんですよね。これカバーなんですよ。こういう、よっこしょ、こうするとパロッとね。これがまあいわゆる、充電のこのこうケーブルでつないでね、ここから充電されるとね、こういうことですね。はい、なのでこれを、バイクの方に取り付けたいと思います。はい、ですね、着いたんですけども、これ今ね、ハンドルにクランプで付けました。というのはですね、本当はここにね付けたかったんですけど、このナビホルダー外してね、あ、ナビホルダーってスマホホルダーですね。でこのね、ここですね、わかるかな、ちょっとピントが合わないんだけど、4つネジで止まってるんですよ、このナビホルダー自体が。でこのね、4つのネジの間隔と、それからここのほら見て、4つのネジ、これねぴったり同じ、位置にネジなんです。ネジのあのネジ山が切ってあるんですね。でわざとなんでしょうけど、ここがねうまいことこう取り付けられるかなと思ったんですけども、ちょっとやっぱりね干渉しちゃう部分が少しあって、つけられませんでした。ここにつけられればね一番いいので、そうするとどこも加工して、変ななんか穴開けたりとかしないで済むので、今後ちょっとそれを、検証してやってみたいと思います。はい、とりあえず、以上です。はい、ですね、まあ苦労してますよ、この、何カープレイですか。でね、やっと今できたんだけど、システムがわかんないんだよね。さ、これヘルメットの Bluetooth を、まあ、B コム、今自分が被ってるメットとペアリングするんですよ。で、これの、Wi-Fi が、これ、つながってますよね。このカー、これです。このカー Wi-Fi っていうのはこれなんですけど、これ Wi-Fi でつながってます。で、Bluetooth、一番上がこのカー Wi-Fi なんですよ。で、二番目が B コム、自分が今メットにつけてる B コムなんですけど、両方ともこれ未接続になってるんです。未接続になってるんですが、で、Wi-Fi はこれになってるでしょ。で、この状態で、このカープレイですね。で、ミュージック。ほら。ねえ、聞こえるんですよ。未接続なのに。不思議でしょ？で、Google マップも。
これ別に行かないですよ、もみじ湖行かないですけど、さっきね試しにおよそ50メートル幸い町小学校西を右方向です。いやーこれわかんねえっす、本当にわかんねえ。これ一回電源切ってみる、どうなるか。電源、まあサービスエリアでエンジン止めたという設定でこう切るじゃないですか、電源をね。で、またあのお茶してからじゃあ行きましょうってことで電源入れました。デバイス1接続はどれと接続してんだ。で今これ運転オフって出てたんだけど、でこれで今読み込んで、どうだ、起きねえか。これでね、あーと、Bluetooth のマーク、あ、この、あ、あ、お、お、お、来たか、あ、来たか、あ、来た。お、OK。あ、これは一回でも解除になるんだね。またこう、開始を押さないと、およそ100メートル、ナビは、幸い町小学校、その場で一応あれになっちゃうんだね。なるほど。はい。というわけですかね。電話はどうなんだろうね。電話もいけるね。あ、やばいやばいやばい。うん。留守電。一応電話もできた。はい。というわけですかね。いや、これちょっとまだ俺分かってないっすよ。本当に。だから一回こう、音声が入んなくなったりしたら、もうわけわかんなくなる感じっすね。はい、なんとかです。はい。それでですね、これをね、ここに取り付けるんだけども、一応ね、バッテリーの方から、デイトナの D ユニット返してね、電源取りました。なので、これをですね、これ今、後ろの D ユニットから引っ張ってきたんで、これで、電源、アクセサリーオンで、電源入るみたいなね、ことになります。いちいちこれ、取り外しなきゃいけないっていうのはちょっとめんどくさいんですけど、まあこんな感じ。それで、例えばそうだな、じゃあちょっとどっか設定してやりますかね。これで今電源入れて、デバイス1接続になりましたね。でこれがね、セルを回して一瞬切れてたんだよね。それが多分大丈夫だと思うんだ。ちゃんと取ったから電源。これで今やっぱり30秒ぐらいかかるんだよね、立ち上がりがね。はい、起きました。あ、音楽流れてんね。これ一回切ろうか、うるさいから。で、じゃあただここでね、検索できないんだよね、これね、ここでは。なのでこれはやっぱり、あ、検索できるね。検索、あー、なるほど。ちょっとじゃあこれちょっとめんどくさいから携帯の方でやろうか。例えばですよ、ね、ちょっと師匠のとこ行きますかね。これで3分ですけど。進みます。あ、おお、なんか言ったね今ね。南に進みます。はいはいはい、音声聞こえるわ。お、いいんじゃないですか。これでなんとかなったな。ただこれエンジンかけた時どうなるか。あ、切れない。大丈夫っすね。よし、やっとなんとかセッティングできた。いや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 、これでね、壊れないでね、ずっと使えれば、あ、これで全部
コードとか、バッテリーからね取るヒューズのついたコードもついてるし、USB 電源とか全部ついてるんですよ。それからこのね、なんていうの、このステイみたいなのも全部ついて2万円はねちょっと安いかもだね。うん、壊れなければいいかもしれない、これがまあ1年で壊れちゃったらちょっとどうかなっていう気もするけど、まあ、2、3年使えるんだったら全然いいですね。あ、いいね、ちゃんと音声も入ってくるし、ここはね結構ね歩行者がいっぱいいるので大変なんですよ。いやいいなこれ、ちょっと曲がってるけどちょっと曲がっていちいちこのね、まあまあいいんですけどね、取り外しの時にねちょっとめんどくさいかな。もうちょっとワンタッチでね取れるとよかったんですけどね。いいじゃないですか。レオンちゃん見やすいね画面が、画面は見やすいですね。これが本当に、うわほら人がすごいでしょ、これがさ、ここにつけばいいんだよね、一番ね。はい、師匠のとこ来ました。到着しましたって出てるね。はい、でこれエンジン切るじゃないですか。でこれあれ切れねえなと思ったら なんていうのこのね10秒ぐらいで電源切れるみたいな感じになってますね。よいしょ、まだ切れない、もう切れると思うけど、もう切れるんじゃないかね。これこんな感じでうまいことつきましたよ。はい、というわけで、まあどっちもどっちですけどね、赤信号ゆっくり渡ってる歩行者も悪いけどさ、あれはでもあんなにね、ノーブレークでクラクション鳴らして走り抜ける車もどうかと思うよね。はい、というわけでですね、これでね、チャリは斜め横断するし本当にだよ。ほらね、ほら渡ろうとしてるしさ、じいさんが無法地帯だな、この辺。わかるけどさ、10メートル歩きゃ横断歩道あんだよな。気をつけよ、今日いろいろ気をつけよう。はい、というわけでした。無事にね、カープレイのこの着きました、よかった。これで来週の奥多摩樹海ラインツーリングが快適な
ツーリングになると思います。はい、それでは今日はこの辺でさようなら。よいしょ。そば食いていいからちょっと車でとかそばでも食いに行くか。